あれが JR タワー札幌ということで、今札幌駅に来ております。でですね、今日からちょっと新しい企画をしたいということで、こちらの方にやってきました。というのもね、ちょっとあまり旅に出られるような状況ではなくなってしまったので、まあこれは私事なんですが、まあその話はまた後々していきたいとは思うんですが、ということでね、まあ今回から札幌ラボということで、まあ正直ね、私まあもちろん札幌に住んでるんで、札幌で、ご飯食べることが多くて、そうなるとですね、美味しいご飯屋さんとか探してるともういっぱい出てくるんですよね。なのでまあその札幌ラボということで、札幌のおすすめグルメ、札幌のおすすめスイーツとおすすめスポットなんかを紹介するようなね、企画をちょっとやっていきたいと思います。でこれはもう一つ理由があって、まあ、私のね動画をご覧になっている方、住んでる場所が結構ね分析のところで見られるんですよね。そうするとね、意外にも札幌に住んでらっしゃる方が約 8% ぐらいいるんですよね。で、これは他の都市と比べてももう倍ぐらい離れてて、私的には東京とかね、大阪とかね、本州のそういったところの方がご覧になっているのかなと思いきや、札幌の方がかなり多くご覧いただいているということで、本当ありがたいんですが、なのでね、まあ観光客が食べるようなちょっとね、2000円3000円とかするようなものというよりも、まあランチで気軽に1000円1500円で食べれるようなものを紹介していこうかなと。まあもちろん観光客の方でもね、食べていただけるような美味しいものを紹介していこうとは思ってるんですが、あとはね、まあ今まで行ったお店で、まあ、食べたものいろいろあるんですが、まあそれとは別のもの、食べたいものがね、結構いっぱいあるんですよね。なので前行ったお店でも別のものを食べるとか、そういったこともやっていきたいと思います。まあそういうことで今回は、まあ以前行ったことのあるお店の、前食べたものとは別のものを紹介したいと思います。ということで、今向かっているのは、札幌駅から、大丸の横を抜けて、これが JR の線路ですね。で、こちらに紀ノ国屋さんがあります。なので、この札幌ラボは、まあ、どちらかというと、5分、6分の短い動画で、どんどん紹介していきたいなと思います。そしてですね、この紀ノ国屋さんの隣に55ビルというのがありまして、こちらの方に入っていきたいと思います。55ビル、ということで、こちらが海桜根津海さんですね。このエビがすげえ立つ丼を食べたお店で、前回来た時とはちょっと場所が移動してますので、お気をつけください。こんにちは。気をつけてください。こちらのお席でお願いいたします。はい、ありがとうございます。味変で粉チーズとかを使って食べてください。タバスコも。はい、そうです。ちょっと辛みが美味しく食べてます。はい、で最後にこちらお出汁ありますので、はい、お出汁かけてスープカレー風に食べても美味しいです。はい、ありがとうございます。
さあ、ということで、海桜、江戸海さん、すごいカレーめちゃくちゃ美味しかったですね。あとはね、私以外は、まあ、私が以前食べた、海鮮丼、川海鮮丼、みんな食べてましたね。粒カレー食べてたのは私だけでしたけど、いや、これね、絶対食べた方がいいですよ。で、粒はね、煮込まれてるんですけれども、まあ、煮込まれすぎずにね、まあ、適度な弾力があって、まあ、弾力はあるけど、柔らかいという感じですね。で、カレーはね、マイルドで、で、バターが乗ってるんでね、そのバターと混ぜると、まあ、バターチキンカレーならぬ、バター粒カレーみたいな感じになって、めちゃくちゃ美味しいですね。で、これびっくりしたんですけどね、タバスコ、チーズとタバスコ、チータバカレー、斬新すぎですね。まあ私ね、タバスコ結構好きで、パスタ食うときはかなりの量をかけるんですけど、いや、これね、家庭でもやってみる価値ありますね、カレーにタバスコ。めちゃくちゃ美味しいです。で、あとカレールーがね、まあちょっと少なめかなと思ったんですけど、まあ下にこぼれてるのを忘れてました。まあそれをね、また上にかければちょうどいい量でしたね。で、まあご飯自体ね、ちょっと量多いかなという気したんですけど、最後の秘密兵器、だしですね。もうこれかけたらね、満腹でもうサラサラっといけちゃいます。で、だしかけるとね、刻んだ玉ねぎがいっぱい浮かんできまして、まあこれがね、このカレーのちょっと甘みになってるのかなという感じですね。で、だしかけると、この粒の磯の香りがさらに増します。いや、もうめちゃくちゃ美味しいです。これね、札幌市民だけじゃなくて、観光客にも自信を持ってね、おすすめできる一品ですね。いや、これは絶対食べてもらいたい。さあ、ということで、札幌ラボ第1回目、海桜蝦夷海さん粒カレー、まあ、あの、タワー海鮮丼もおすすめですけど、あれも絶対食べた方がいいですよ。いやー、めちゃくちゃ美味しかった。いや、やばい。まあ、なぜかね、あの、海桜蝦夷海さんのタワー海鮮丼、トリトン、あと二条市場のね、魚屋の台所さんは結構視聴回数多いんですけど、あの、蝦夷海さんだけ、なぜか視聴回数が少なくて、味がね、もうほんとめちゃくちゃ美味しいんですよ、海鮮丼も。で、粒カレーも美味しい。なんでね、これは、もう絶対おすすめです。札幌市民の方、札幌観光に来られた方、ぜひ一度食べてみてください。ということで、第1回、札幌ラボ、海桜蝦夷海さん紹介しました。さあ、これからもどんどん、札幌のね、おすすめグルメ、おすすめスポット、おすすめスイーツ紹介していきますので、お楽しみに。それではまたお会いしましょう。バイビー。